Innomi Factory has developed a new type of automated packaging machine, the Echo Mailpack IF-EMP450. This machine automatically packs products into cardboard envelopes for mailing without needing shock-absorbing material. この機械はですね、8秒、1個8秒で出来上がるんですけども、1時間に450個の処理能力を誇ります。その450個っていう数字が、どのぐらいのものなのかと言いますと、大体1人の人が手作業でメール便の梱包を行うと、1時間にできると100個ぐらいが目安なんですね。なのでこの機械は人手の約4倍の処理能力があります。The unique cardboard envelopes developed by Innomi Factory, which don't require shock-absorbing or wrapping materials, also have minimal thickness, which keeps mailing costs down. So they're ideal for mail order and delivery companies. で、機械で梱包する際は、エアで吸い上げて、封筒の開口口を吸い上げて商品を入れてるんですけども、エアを吸ってる間、もう引っ張ってる状態で、で商品を入れた後はエアを切るとこう戻るんですね、段ボール封筒が。手作業でそういったものを行うと、どうしても段ボールは癖が出てしまうので、戻ろうとする力が弱くなってしまうんですけども、機械で梱包することにより、張りがある、要はタイトルパッケージができるということで、中揺れがしないということになっております。Innomi intends to develop packaging machines to meet the logistics needs of countries where mail delivery services are widespread. 弊社はこの機械を核にした、パッケージソリューションという機械もシステムも取り扱っております。それはなぜか、何かというと、商品の在庫登録、出庫、あとは受注管理、納品書発行、パッケージングで送り状を貼る、出荷ラインに持っていくといった、全ての倉庫ラインシステムをサーバーで一括管理し、無線で管理して、トータルで、システム化する、そういったものも扱っておりますので、ぜひ、ご興味を持っていただきたいなと思っております。